まだ上がらんか。ブラックランクマッチ。キーボードが。キーボード、どこある？ブラックランクマッチっていうのは、まあこの生の一産なんですよ、この相手が。黒黒さん。ツイッターフォローし。あ、やば。で、まあこの生主さんがいつもブラックランクマッチっていう。これは、うわ、黒人さんだ。うん、ほら、本当だ。リーと大型。すっげえ。どっ、あのね。あ、ケンちゃん来た。ケンちゃん。ケンちゃん来た。ケンちゃん来た。ケンちゃんお疲れ。CKY。AZYG4。 あー、やった。ごめん。あら？ CKY じゃないし、 CKT だし。いや、ボブ最強。俺フォローしてんじゃん。アイム勇気。強すぎないっすか、ちょっと。セーラーマーキュリー。やば。ザフィーナ、いや、ザフィーナ元から弱えよ。うわー、マジかー。あれ、好転ってか、受け身。ザフィーナ超弱い。実はどころか弱い。うわ、ボブは、実は、超強い。マジで強い。とりあえず、アルカディアのキャラランク上、デビル、カズヤ、デビル、カズヤ、平八は最強。文句が言えん立場におるキャラクターですね。で、その次に、まあ、時点でダースとか、レオとか、ボブとかが来るんですけど、ザフィーナはもう一番下っす。おそらく。一番下かも、一番下から上あたり、ちょうど。フェン強いっすね。フェンは強いと思いますよ。奈落いらないでしょ、ボブ。ユミルあるし。ラース強いやつとやったら分かりますよ。硬かったらどんだけ嫌か。技当たったらあんだけ減るのに、あえて硬いとか最悪ですから。ボブは奈落はいらないです。投げはね、まあ通った方が楽ですけど。うー、ケンちゃんあざます。あ、ツイッターフォロー来たかな。ボブはもうユミルとか右アッパーとかライトゥーとか、もうそもそもコンボダメージが減りすぎるんで、置き攻めも強いし、まあ基本壁際ユイルが見えるやついないし、壁際の攻めが超絶強いですね。横移動量パンチもあるし。テコンドー、カポは強いと思うんですけど、テコンドー、まあパラン、フェクの方は弱いっす。あー、やばいかね。あ、終わった。やっちまったー、今の。おアイムゆったりゆうき。うす、フォローします。なんやこれ。顔文字、横の。おお、おお、リーを教えてください。教えてください。日本語できたよ。後ほどね、 Google さんの翻訳を使って。いや、多分ローマ字で打ったら分かるよ。ローマ字で分かるよ。ローマ字、あ、じゃあ Google 翻訳使おう。もう g
Google 翻訳使ってコメントにも打ち込もうぜ。それが一番難しいの来たやん。お父さん NS1 興味ある？あの、お母さん柴田わかるやろ、柴田拓也。うんうん、ラコです、こんばんは。そうなんや、こんばんは。ほら、この件で一緒やった、うん、ちゃんと僕渡しちゃう。日本語単純に見たいらしい人。ちゃんと僕渡しちゃう。これでも間違いが出てくるけんね。クロクロさん、もうやめてよ。うわ、出てこんやん。Dを教えてくださいね。大変やね。魚多いっすね、今。勝とう。相手は黒黒さんですね。教えたろか。おおお、これね、あの、ケンちゃん、あの、フライングウォンキーさんとか、Dを教えてくださいってコメントしてくれとるの。すごくね。え？知らんの？ケンちゃん、そらあかんよ。あの、いや、有名、めっちゃ。あのね、マスターカップの動画上げとる人とか、マスターカップの動画を YouTube に上げとる人、まあ、上げとるとか、上げてる、他に、まあ、Twitter で、なんか外人さん、アメリカ？イギリスの鉄拳が好きな人。ツイッターバリすごいよ。多分ね、俺たちのフォロワーの数千倍はフォロワーがおる。イギリスのマサカリ人。褒めてる。褒めてる。やばい。いや、その。気になるんだけど。うわー、1点読み。ダン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 。きちい、今の1点読み。そうなんですかね。僕たちが世界を駆け巡りながらね、敵をしてるのはまた話は別なんですけど、日本国内でしかしたことないですからね。相手は黒黒さんです。レジェンドプレイヤー対レジェンドプレイヤーの鉄拳。あ、そうなんすか。またオフランスである、あるみたいですけどね、大会が。ありますよ。まったりさんとブリマルさんが行きますし。あー、遅えよ、逆に。あー、ごめんなさい、わかんないです。うまい。あぶ、あー、そうひろ。うわー、入らんちゃう。お、入った。ダンダン、ミスんなよ。勝ちたい、勝ちたいんや。いや、まったりさんが出るってだけで俺知ってるだけなんだよ。他のことについては全く何も知らないです。うお、すげえ。アルティメットトーナメント、お、すごい。これフランス大会。どういうこと？出てきて、あの、あ、さっきこの今度あるやつ。うん。リーのね、両パン投げどんぐらいかな、50ぐらいだと思うんですよね。50何歩、軽減とかにもよるんで、軽減されてどんぐらいかな。
やっぱ56ぐらい。フライングウォンキーさんのおかげでね、フランス大会の詳細が。減りますよ。いやマジで減る普通に。あ、ただクラッシュ46。いや、あ、そっかそっか、46か、46、まあ、減りすぎでもないかな。で軽減しようとしたらまた拾い直されてみたいな。そうそう、ひどい話、ひどい話。おつでーす。おつでーす。まあ結構減りますね、うん、え？あれこれスナイパーさては見てるな。いや終わったけどね、放送一回見てるこんな時間に当たらんやろ、だってこんなキャラがゲームで来いよお前。持ってないじゃない。リーはやっぱりなかったやばいね。うわー今パパ見ようよ。どうした？絶対見ようでしょ。さっきね、ママちゃんの誕生日に電話したんだよ。やっべ、落ちた。あまりこわ。あまりこわ落ちた。落ちた。I'm flying walking。 バッコー。相手ゲンです。ゲンキッズ。九州最強戦が今ここで行われてますね。ああまだ来てないやろ。ワコワコツです。フライングワンキーさん、ワコツ。今スペシャルハンマー対元気キッズが対戦してます。 VS って多分かな。ああ対っていうかバーサスですね。さんやばいんじゃないですか。これはだからですよ、プロは久しぶりに見た。いいね、シルバーに。ダンダン、シャープナーが。いや、ノアちゃんがね、今日は誕生日だったってことなんで、おめでとうございます。元気さん、俺のノアちゃん、みんな俺のノアちゃん、本当に俺のノアちゃんやけんね。ノアちゃんね、ゲーセン来た時一切喋らんけんね。誕生日おめでとうノアちゃん、誕生日おめでとう。嫌な声が入った今。最悪よ、もう最悪今。リスナー期待してないような声が入ったけど、リスナーの耳が全員腐れ落ちた。いいね、からですよ、プロは。わーおダーン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 。さあ、こっからこっからプロは、こっからプロは我慢して、我慢して、変わり、我慢する、変わりたい。おっと、レイジを生かしていきたい。うわ、うん、わいい、天下をパイオンが飛んできた。ふざけんな、すぐね、そうやってね、浮かさずこする。
だからお前はそうなんだよ。もうちょっとしっかりしろや。はいはい、ここで日寄らせたところで、はい、勝利をもぎ取っていく。あー、イエーイ春日。ありがとう、ノアついたよ、ノアちゃん。これ本物は絶対違うくせっちゃけど。この、いや、いや本物かもしれんけど、うん、怪しいね。怪しいね。あ、でも本物やろうね。あの、さっき電話したっけ、多分そうと思う、ノアちゃんっていうか、パパが打ち込みようかもしれない。これがプロですよ、見ましたか皆さん。ノアちゃん今日誕生日って。あ、しとしと、昨日おったっけ。うん、いや、だけん、今日だから。え、あ、おめでとう、ノアちゃん。デレデレやん。デレデレやん。初見さん、チッス。チッス、お疲れっす。スペシャルランクマッチ中です。ひどいね。なんでひどいわ。スペシャルランクマッチ。スペシャルランクマッチ。皆さん。力水。これやん。これのや、うん。コンビニ行ってこようかな。初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。スペシャルランクマッチが見れますよ今なら。あとやっていきましょうか今。1時間ぐらいですかね。3時間番組なんでね。ああ、こんなプレイヤーと上がった。もういいよ、もうマミさんは。マミさんも疲れたよ。ともえマミのマミ。いや、違うよ。俺も思ったけど違うん。そう。でもそれしか思いつかない。あの、まどかマギカのやつ。ともえ。ともえマミじゃないと。あ、そうなの、うん、知らなかった。名前知らん。俺より、俺昔届いてたどうせ、パン屋や。上骨っす。壊したい、壊れない。強えな、あれ、あの技マジで。あ、隠しサウンド。これがこすりの力だ。ごめん、許してあげて。許して。当たる。安かったな。当たると？壁ハークやばすぎやろ。もうこの前その話をしようだとて。いや、マジやばいよ本当に。おぎり、あー違った。いいね。危なかった。あー、マジか。ビッカリマンチョコ食べとくって。やめて、ビッカリマンチョコは食べないで。モンハンのやつ。あ、きちい。今のはきつい、本当に。ヘラウルズでも行こうか。あ、早くない？ビッカリマンチョコはやめてあげてください。ごめんなさい。ダンダン、ダン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 、減るね。うわきついな。うまいね。コンボが安定しても難しいのに。トントン。終わった。はバカ。おお、もう今コメント見てましたよ。まさか落とすと思わなかった。今のは俺の勝ち、私の勝ちです。ヘラ行きだな。クラブなんてヘラって威嚇つくと嘘聞く。
くかどうかって聞くよ。ウルズ行くと、はい、開幕ドロップゲット。あ、よかった、オーガだ。あ、それ一発で負けるぜ、失敗したら。あー、くそ、うわ、ごめん、最大限。お前今失敗したろ、調子乗んな。一昨のインパルスやねえかな。危ねえ。あ、ここで入れれんかった、俺の負けでいい、これは。うわ、拾った、助かった。おこぼれ、おこぼれちょうだい。あ、危ねえねえ。あー、ごめん、危ねえ、買っちゃいん。うわー、レビアタン、これどこかの潰れたゲーセンで見たことがある。よくつ、よく見る。壁壊れんねえ、この試合。ほら、あ、やばい。あれ、うわー、うわー、うわー、うわうわうわ、あ、ブリザラが、せこい、自己もんや。コーブがガハンでリンクだった。あー、マミちゃん泣いた。マミちゃんもうやめなさい、夜も遅いから。カズヤ使ってくれませんか。カズヤっすか。いやー、プロのカズヤはちょっとお金取るレベルですからね。どうしようかな。しかも入門生だろ。入門生やけんね。マミまだやるらしいよ。マミまだやる？ザンギエフ使いますか？ザンギエフ使いますよ。ザンギエフ使いなんで一応。本当に？うん。ザンギエフって何やったっけ？そこから？何？マイクハガー使いやろ。うん。ファイナルファイト。そうそう。ハガー使いであり。ザンギフ使いで埋まる。どっちやって。このまま、そうっすね、このままっすね、まま、もうちょっとでね完成しそうなんですけどね。親子タッグはちょっとお金が発生するんで、ちょっと難しいかもしれないですね。ガチムチ好きなんですよ、実は。シグリとか、シグリとか、もういいよ。また来たか。あ、もういい。お金。すいませんでした。フォーミュラー。あ、マミ飽きた。マミ出てきたよ、また。飽きたってやめてよ、じゃあ。これがいいですよ。ゲームから全然上がらんね。ね、いや、結構ね、プラスのはずよ。全勝ですから、なんてたって。いやー、そうやね。あ、あ、だー、間違えた、だー、うまっ。あ、これ、こんな入ると、あ、すげえ。今、床割れとったら、それ、ヒョウロさんがよく練習しようって言ってた。床割れ、割れる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 、割れたいけど、割れる。さすがにここでは。あ、どうすんの、どうすんの。あー、今日のレビアタンや。やめてー。ワンチャン、ワンチャンある。まだワンチャンさ、全然ある。うわ、割れた。ダン、ダン、ダン。ドドン。最近福岡で大阪より強くない。まあ強いですよ。ああ、だいぶ前から強いから。これ欲しいな。勝ちたい。ごめん。勝ちたい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 。ここは何としても。うわ、早いよ。早かったね今。いや、東京より強いです、俺たちの方が。
ナンバーワンっす。福岡がナンバーワン。わあ、実質マスター、いや福岡盛り上がってないっすよ、マジで。今だって15人ぐらいしかいないっすよ、鉄拳してる人マジで。あ、さばいた、さばいた、さばいた、俺の勝ち。マスターカップに関してもね、あれは韓国に負けただけであって、東京のね、あれに負けてはないですからね。うわうわ、超強い、超強い。ああ、14ピッチワンチャンある。下手くそ、いや、うまい。うわ、生チェーン食べよう、あぶねえ。いいね、うまい。はい、狙ってました。動画勢、動画勢、いや、カレーさんとかナスさんじゃないですか、そういうのは。あ、大阪の事情についてなんかもう一切知らないですけどね。なんか、あ、マコリュウとか、あ、マコリュウさんとかもおるけど、マコリュウさんが最強っす。あの人めちゃくちゃ強かった。あ、マジで。あ、うわ、今入ったと思ったな。そっち、うわ、右アッパーの方みたいやろ、ね。はいはい、おお、これと思った。あ、そうなんですか、団員戦が盛んじゃない。なるほどね、俺たち決まった人間でしかやってないですよ。もう5人ぐらいで回ってるだけです、この試合。やばすぎ。ちょっと何言ってるか分かんないですね。 JDCR 出てねえよ。出とったっけ、 JDCR。 知らん、今回は。まあとりあえず雑魚だったから、ケチらか、ケチらされたんじゃないですか、誰、どっかにケチらされたんじゃないですか。ああ、もう知らないです、決勝に残ってない雑魚なんて。俺たちが最強なんでね。あ、あったんすか2チーム。あったかな、もう記憶にないぐらい、まあしょうもなかったんじゃないですかね。あ、そうだ、シューディーさんにやられたんや。え、それ、あ、そうか、それ、そうか、一番新しいやつ。あ、そうなん、そうか、そうか、あ、そうなんや。まあ記憶に残ってないです、わざわざ韓国から来てもらったんですけど。だってそのシューディーさんっていうチームも僕らのチームに負けましたからね、言うても。俺たちが韓国とかでいいんじゃないですか。僕たちが実質韓国人を食って。あれ、あれ、あ、あれ、これ玄武来い、玄武、あ、玄武。またいや、マジで俺らの方が強いっすよ。結果が証明してますからね。結果っすよ、全ては結果論。うん、マミとネルってヤバすぎ。修羅の国福岡、あれやない、二度やない、ほんとや、わからんけど、ほんとや、錬金術師、錬金術師やん。キクリン封じに上がったらしいぜ、マジで。あ、そうなんや、関東やけど福岡の方が勢いがあるらしい。あ、強いっすからね、全員マジで福岡。名前忘れた。うわ、新しい技が出たぞ。壁の割り方が新しい。きつい。うわー、強い。グラトニーバイズ。これは強いぞ。なんか東京はいくつか派閥があって、その中でなんか慣れ合ってる感じが半端じゃない。いいね。ダンダン。今マジかよ。
けに弱いんですよあいつら。身内で殺しちゃうな。東京全員ザコス。うますぎ今の。伸びを除いてはザコス。あ、まあなんか流し入れてるプレイヤーはやっぱ強いですけどね。尊敬してるプレイヤーはバクシーさんっす。意外なところや。いや本当に本当に。そうな。いや俺は好きあの人の鉄拳。あ、マミが質問があるらしい。マミさん何ですか。質問。質問どしどし応募してます。ごめんごめん。いやむしろみんなアーケードしかしてないですよオンラインよ。オンラインじゃ多分最近誘ったんですけど、オンラインで強くなるのはちょっと難しいです。限界があります。いやバクシーさんは絶対オンラインやってないはずや。領域さんなんかよりバクシーさんの方が強いっす。ボブのビターガードしてからの読み合いライト安定っす。あーでもビターか。ビター何発止めかによる。2発止めやったらもう横移動下段とかじゃないですか。金金みんな仕事してるから持ってますよ。マジで何発目はね、避けれん。避けれんのや、強すぎるわ。まあでもめちゃくちゃリレーしたら右横歩きでかわせる。あ、マジそんなに。最速右横歩きで3発目めちゃくちゃリレーかけてくれたらかわせる。いいハンコやね。すごいハンコ出たね、うん、ねえハンコターン。まあでもガード安定やない。2発目をしゃがめばいい。スペハンハイは多分ゆったりゆうきとスペシャルピコハンとゲンキッズが優勝するんじゃないですか。やばいね、ご利用しやんか。あ、うっそ。おお、今の反動しない。今必死やけんですよ。スペハン必死やもん。まあどっちにしろ福岡のチームが優勝しますよ。うわ今のうまかったけど。今のミンチね、避けたのにね。うわ、危ねえ。いいねいいね。うわ ー今のマハキックと思ったよ俺も。あ、終わった。うわ減るね。山捨ての捨ての部分に当たってしまいましたね。まあやばいな。飲みの死ぬぐらい今のもハッキックこんかったね。いや、伸びのチームね、ワンチャン俺らがいけるんじゃね。ユキ一人で十分やん。あ、俺一人で十分ですよ。倒せる倒せる。俺伸び撃破の称号持っとうけ。伸びさんとかゆったりユキ一人で全部終わります。あー、ビタしゃがめんね。そういえば後部アーケードでもしゃがんだとこ見たことないけどね。率直な感想。まあ、ゆったり勇気が撃破されていくね。ゆったり勇気が撃破したら俺のチーム終わった。配信あると？配信ありますよ、スペハイ。だ、機材がどうのこうの言ってなかった？いや、あれ、公式で、ナムコ公式の、巣鴨とかでやってるとこでやらせてもらいます。ニコ生っす。公式さんをお借りして、いやいや、ニコ生っすよ。ナタリー・ポートマンって誰や？前日と当日は巣鴨の公式の方でやります。ニコニコ生放送っす。まあ、どうせいつも通りあのメンバーが喋るっちゃうけど。え？いや知らん。これ？いや、ニコ生っすよ。前日とかノビが一人でずっとベラ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 喋ってくれる。いや、あの人組でやん。いや、前日の話だとよ。全組でいい。あ、そういうことか。
況とかまったりさんがするとかに、実況はまったりさんがおるけん大丈夫、他おらんくない、うん、じゃないっすかね。福岡に行くっていうだけじゃなくて違う意味で多分見る人の方が多いでしょう。組手は使っちまった、やらかした、うわサザンクロス安い、うわあ出した、おるちゃんね、ほんとこういうのがオンラインに。今のおかしいよ。あードン、アサルトはうわ惜しい、うわうわー打ってきた、やばすぎ、あー終わったかな、ワンツー、おお危ねえ、ギリ補正ギリな、リー様とねダメージ一緒っちゃう、あそうなんや、うん、あじゃあリー様のがいいね、安定は11しか変わらん、確か1か2、あーリー様でいいか、じゃあリー様の方が、クラッシュされてもタック、あのクラッシュとあれもできる、シルバーローもクラッシュされたら確定で取れるけど、あーなるほどね、劣化版ヒールやね、今の勝ち方かっこいいもん、って言ってもまあ来ないかな、ゲンブヒールブースターがいい感じに、白虎かゲンブ来ないかな、そろそろ白虎上がりたいね、うん、あっおやつまだいましたよ、ゲンブやったな、あ上がっとうやマジで、裏切りの白虎、これ昇格やないと、うん、ついに来るぞ、ついに神断線ね、あ今合ってるのもほぼ神断線なんでいいですよ、お来た来たぞ、来た来た、あのアーケードじゃ神断線に近いんで、もうオンラインの段とか全部偽物なんで気にしない方がいいですよ、オンラインの神断とか、こいつ もったいないけどいい感じになった、いろいろあっていろいろあったね、あぶね、うわ設計やすい、うわいろいろあった、うますぎ、あ、終わった。このサンサンってやつ、相当ヤバくない？ヤバいね。サンサン相当ヤバない？ヤバな。サンサンさん相当ヤバない？うわー、今当たったか。
フライングウォンキーさん来たね。来たね。びっくりやわ。パラメーターが不正なためってこれ絶対ログアウトされたやろ。さあ、というわけでね、始まりましたね。始まったの？あー、次がゲームの昇格戦かな。あー、100個の昇格戦かな。あ、こっちです。なかなかね、100個が来ないんですよね。まこつです。テリエさんがね、なかなか早い。なんとこ全勝ですよ。全勝ハンマーですよ。あ、英語さん。英語さん、おこつです。上がりたいな。上がりたいね。最高難易ゲーム。スペハンさんは師匠はいません。おらんね、スペハンの師匠。はい、全部自己流で頑張ってきました、今まで。これガチで。何言ってこれ。いろんな有名プレイヤーの動画をたくさん見ました。体調ね、体力は徐々に回復しつつある。回復しましたね。そう、究極のオタクですよ、お米さん。お米さんにね、ディスられたよ。さりげなくディスっていく。わかんないな。やばい、やばい、やばいよこれ。ドン。はいはいはい、はい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 。しゃがむか。うわ、危ない。トゥースマからね、選球体セポイトって自分で言うのもあれやけど、きついよ。キャラ体はね、自分、人の動画見て自分でやるのがいいっす。そうじゃない、キャラ体見るだけじゃ絶対、ああこうするかで終わるんで、やるならキャラ対して、自分キャラ対の動画見て、その後自分でやるのがいいですよ。この人この後、まあこういう風に横移動しそうなみたいな、自分が分からんキャラが相手の動画なるべく探した方がいいです。はいはいはい、どんどんこすろう。なんかもう全然俺自分で今何言ったか分からんけど。はいはいはい、なんて言えばいいかな。まあ動画見て自分で。光の速さ、光の速さやったね。全部当たったろ最終ラウンド。全部当たった起き上がりアサルトも全部当たったろ。光が駆け抜けていったね。光の速さのアサルトやった。列車がトラックが突っ込んできた、うん、貫通していったよ。ノンストップ。やべえ、マジで強すぎこいつ。どうしよう。キャラ隊とかね、人の動画見てね、自分なりにアレンジ、こう戦闘やっぱ強くならんすよ、みんな。これがさっきの人に聞くだけじゃ強くならないっす。自分がやっぱやらんと、ちゃんと。俺とか誰にも聞いてないっすよ。え？いやいや、ほんとに。あ、スペハンヒゲが伸びてきとるやん。
全部自分でやってきた。これはピーちゃんじゃないよね。和骨です。ピーちゃん和骨です。いや違うかろ多分多分違うかろ。結構びっくりやけど。あーしゃがみ緑。うわよく見る光景。あ、違いますか。さすがに。うわごめん、レッグレールぶん回しすぎやろ。意識させるスタイルね。意識させていくスタイル。まあ、次から突っ込んでコンクなるやろ。うわドン。うわあーもったいねー。今のトスすら狙えた。始まった始まった。あぶね、読み勝った。うわ、選択肢やべえ。お、ワンチャン。これ俺の勝ち。本当に？うん。こういう状況ね、俺の勝ち。お、スライディング。ほら。わあ、かっこいい。あーっと、危なすぎ。漏れた。怖いよ。条件何？ワンハイ。キャラキャラキャラって。ソバットパンプキック。技名しか分からんけん。確かソバット間違えた。中身やった。わしゃがんだしゃがんだ。うめえうめえ。わあ、ちょっとボタンが当たっただけです。うまい。甘えたね。うわー下手くそ。あーあーあー俺の勝ちでいいよ今の。うわおおあーあーそれでまたそれは東西線やね。あーしゃがめねーマジで。ガヤ勢とかあーって言っときゃいいとって。うわこいつ好きやねこの。誰も振らんやろ。トスラ勝負強いっすねやっぱ。普通にキャリアを感じる勝負強さ。経験から来る勝負強さっすね。ごめん。うわ終わった。今のはやりすぎ。いや下手くそ。チャンス。やぶねー。経験からくるゴリ押しですねこれ。経験からくるゴリ押し。あっ、今のはうまいね。今のはタムちゃんがうまかったね。タムちゃん、タムちゃん、タムちゃん。そしてここでぶっぱなし、はい、壁に張り付いてタムタム。あーいやーもうやってないっすよそういうに、にいさぎ。2位先はやってないっす。小手半が2位ってやる。あ、2位さんこんばんは。はじめまして。強いっすねやっぱ鉄拳。いつも見させてもらってます。タムタム侍スピリッツ分かるっすよ。分かるよ。あ、そう。タムタムってキャラ俺とおるおる。チャム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 もおる。チャムチャムとタムタムっておると。骸骨投げるやつ。骸骨投げる。
懐かしいですね、サムスピ。サムスピといえばね、まったりさんが腐れ外道全一なんですよね、実は。何それ？サムスピのキャラ。キャラ、うん、あ、これあれやん、韓国やん、多分、うん、アバンタ。そうなんですよ、まったりさん、なんかのバージョンの全一っす。あの腐れ外道強かった時かな。今日何曜日？あ、潜ることがあった。よろしくにだ、お願いします。ぜひ対戦したことないんで。おっ、来たよ、来た。この一発勝負をいかにものにできるかがこのプロのプロたるゆえんですから。いやー、小物にできないとやっぱり契約は来ないですからね、あのスポンサーのね。いやー、投げは抜けて、うわ、投げしか狙ってない。うわー、もうふざけんなこいつ。正中三段好き、知らんけど名前。うわー、うまくね、こいつ。ほい、ほいほいほい。あー、マジで。さあ、やばいよ。トントントン。相方の体力が多かった。OK、読み合い、そこは読み合いじゃねえや、判断力か。うまーい、うまいけど削る。うわ、めっちゃチェンジボタン擦るよ。うわー。一生チェンジボタン相手が擦っとった。あ、流れが、ちょっと待って、流れがいいぞ、これは。 MJ のイベントが始まった。来るぞ。大変です。今ちょっとラベったね。どうせ課金するみたいだから、なんか一個課金してその場で使おう。俺が上げちゃって、俺のは、え、いや、俺のはやけ、俺らはお金を使わないスタイル。これに使おう。え、でもあれやろ、うわ、MJ、いやー、今ガード MJ こいてない、え、何せーこいてない。うわー、痛い。うわー、こいつ殺しに来たよ、今。ゼロ G って書いてある。小さなのがあるやつ。それで、その課金したらできる条件。フルセットっすね、これ。熱い、試合は。どうせやるならそれがいい。じゃあ、ブリザラが通るよ。俺は正義系。もう一個いい。カメが取って。そのイベントにそれだけで。おお。いい感じに当たったけど。来た。投げしゃがんで。今来たと思った。これさじゃ。あ？うわあ、勝負強い。アサルト出らんかったな。アサルトミスでビャッコに上がる。一回もアサルトが出らんかったな。それでランキング取ったら3000ゴールド入ってくるね。多分3000取る。見ましたね、今。はい、ビャッコですよ。ビャッコの余韻に浸る16分をね、皆さんに楽しんでいただこうと思います。ありがとう、ニー。仲良くなったね、ニーとね。ニーと仲良くなってしまった。ニーと仲良くなっていこう。いやー、こっからはね、余韻に浸る15分、16分。ありがとうせよ。ありがとせよ。ビャッコ来ましたね、徐々に。余韻に浸かる枠ですよ。さあ、恒例のどんなマークかを、どんなマークかを見てみましょう、皆さんと一緒に。あー、かっこいい。ホワイトタイガーですね。ホワイトタイガーですか、なるほど。なかなかいいですね、これ。ムタお目に。おかしいね。いや
いい色してますね、やはり。素晴らしい。ここで私ちょっとトイレの方に。ごめん。ダメって。ああもう。トイレに行ってる間にね、ちょっとマイナス1ぐらいにしてやろうかな。トイレに行ってる間にマイナス1にするわけです。今ならね、段位100個なんですけど、プラス1ポイント貢献します。鬼畜。いや、これわざとね、こう遠くで当てて。むずいな。通行格やばすぎ。ほら、暗くなったよ。ギャラクロからの最大コンボ、俺がお見せしましょう。これです、最大。マジで冗談抜きでこれが最大ね。スタンガンに D 様あれよ。あ、スパンじゃねえや。86調べとってちゃん。いや、それからリアクロタイム。あ、リアクロブースター入らんやろ。めちゃくちゃ頑張ればいいけど、どっちも安定戦型ね。勝手に始めました。始まりました、白虎戦。最悪。これでスペシャルハンマーさんのメールがかかってますね。ニヤ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 。あ、これもう負けたらお前鉄拳引退。ダブルかよ、ここで青龍か。あ、ほら、あ、トイレから出てきましたね、スペシャルハンマーさんが。便所から出てきたけど間に合う。あ、手を洗う。手を洗い始めたんで、本人不在で始める枠のスタートです。こう、お前俺にローで勝てると思うなよ。なんか、どうせ名前分けする。どうせなんか座って文句言わない。はい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 、弱いね。よいしょ。どうすかこのロー、俺の方が強くね。いやー、このローは強いっすよ。あ、強いと。めっちゃ良かった今。さあ、ここからはスペシャルハンマーさんの実況と解説でお送りします。さあ、ゆったりゆうきさんのあれが当たって、そう、あれになって、そうそう、そこで右アッパー。あのコンボが、あー、なるほど。で、壁に届かずアサルトもスカル。どうしようもない、これは。で、ここら辺で、そうなるよね。そうなるよね、からの、ここでアサルトは使わない。さあ、壁詰め、危ない。あれは確定ありませんよ。さあ、カウンターで当たって、あれがなかなか当たりません。ラッキー。ラッキーじゃない。さあ、弱いですね、左の方。ひでえ、マジで。なかなか当たりませんね、本当に。さあ、こすり散らかされて、こっちもこすりたいところだが、どっちが本物のロー使いか、次世代ロー使いか見せてやると言わんばかりのこのぶっぱなし。これで食ってます。ゆったりゆうきさん、これで食ってます。おっと、ミスって、わー、下段。あ、免許改善よろしくお願いします、兄さん。壁コンきっちり決める。アサルト、はっ、ここでぶっ放し、両方ぶっ放し。さあ、クソ野郎はどっちだ。あっ、ぶっ放し合戦が終わって、さあ、お見合いが続く。ここでアサルト、さあ、あれになるのはどっちだ。これは危ないぞ。今のチェンジした時点で負けですからね、本当は。
うわっ、うわ、はい、おいしい。壁の位置を計算していたのか、うまい。いい計算でしたね、今のは。なかなか、おっと、お願いクソ、スライディングが炸裂して、ガード、きっちりガードされて。あ、やべえ、これ。あ、またクソ、お願い、ぶっ放しが、見事に刈られて、さあ、難しい。あ、嘘、最大。やった。ここで、あ、うまい。素晴らしいコンボ。減ってなさそう。さあ、壁攻めがきつい。きついぞ。グッジョンが出た。美味しい。あ、今の重かったけんね、さすが。今の重かったけんね、さすがです。さあ、リフトショットが当たって、これはきついか、ワンチャンあるか。さあ、壁まで運んで、重くない、ほら。いやいやいや、緊張があるのか。あ、終わった。次世代ロー使いを決めるのはどっち。俺がローじゃないけどね。さあ、決まりますよ、これで次世代ロー使いが。さあ、おーっと、いろいろあって、危ない、いろいろあって、いろいろあって、さあ、兄さんの得意技が LS ですという謎のコメントを残して、あ、さあ、これは死なない。あ、下手くそすぎる。今のミストトラップやったワンチャンあったかな。ねえ、いやー、さあ、いいスライディング、いいスライディング。いや、ダメだ、スライディング出ない。重たいぞ、特陸は重たいぞ。あ、俺ワンツーに押した、今。俺もローのつもりがね。うわうわうわっと、いろいろ危ない。いやー、かかんだ。さあ、おっ、おっと、なんでだ、なんでだ。これで負けても文句は言えないぞ。さあ、壁まで運んで、これはダブルのが厳しいか。リックスないぞ。マスターカップの、マスターカップの前哨戦、ここで決めるのが次世代ロー使い。うわひどい。すごいのが炸裂した。いやー、いい試合でしたね、なかなか。いいですよ。いや、ちょっといいっすよ。休憩、休憩、休憩します。いやー、どうすか、これがね、一発勝負に強いか弱いかの違いですね、今のは。あの大技ですよ、あそこで。勝負強さ。兄さんが濡れてますからね、試合すぎて。やばすぎ、マジで。しかも兄さん途中で笑ってますからね。22分のところで笑ってますよ、謎に。いやー、僕の得意技はラグスイッチですってことやろ。ああ、そういうこと。ああ、来た、ボンシー。やばい、これ大変。ボンシー。やる？いや、いい。ボンシー強いね。あ、開幕クマムソーとかしてくるけん。マジで？ボッタチでいい、ボッタチ。マジ開幕。最強やね。これがオンライン最高段位の。最高段位のサブキャラですよ。ボンシーさん。おぉ。いや、今多分クマミソーミスったけん。クマパンはね、結構リードラーかもなんで、キャラ的に壁がないけん、あ、やりやすいってことね。その人素性が謎なんですよね、誰も知らないんですよ。まあ、ちゃんとやられたら、あの、壁なしはリーがきついけど。ああ、さあ、見せコンボ、見せコンボが決まって、ひどいわ。ドンドンドン。大体ね、オンラインのプレイヤーはね、素性が分かる人が多いんですけどね、この人はちょっと分かんないですね。あっぺ。さあ、罠に引っかかって。壁があったら結構楽で、壁なしが結構途端にきつくなるっていう。あ、いいスライディング。うわー、よく見るやつ。どうすか、いいと思います。ロー使いっぽい。 B やすごい暴れ、ま、暴れ、あれを食らって、ところが深いキャラがちょっとやっぱりめんどくさいな。なんか打てよ。
今日のやん。せ、うわどうなんの、どうすんの、どうすんの。うわさっき言ったあれ、いや押しすぎやろ。もうキャラクのコマンド2つぐらいなんでボタン18回ぐらい押せない。危ねえ。うわっ危な、危ないな。投げがパンパンパン。さあ投げで投げで甘えていくぞ。ボンシは、おっとここはコンボがうまくて KO ですね。お、スペハン全然されとやばいやばい。ちょっとやばいよそういうの。スペハン、うん、白虎開幕プラス1とかでいいですね。これさ、うん、2位ってあ、もう大体分かってきた、ね、2位の素性が分かってきた、分かってきたぞこれは。誰これ、うん、これあ、いやでもこれはちょっとあれじゃない。あー確かにこういうこと言いそうにないな、うん、何人か目星はついてきたけど。あ、デク、あー強いの来たよ。もうめちゃくちゃ強いの来たよ。これそっとじやね。強い人はお断りです。あーここでスペシャルピコハンがプレスリーの裏に刺さってる青い線を抜こうとしてますね。デクか、投げ見えるかなこいつ。うん、やってみましょうか、試しに、試しにちょっと投げてみようこの怪物、絶対ミートやろ、怪物と呼ばれたこの男に。入る、はいはいはい、はい、うわー、はい、ちょっと安かったかな今、運べば終わったけど。あーほら変なことして負けていくのはゆったり勇気ですよこれ。ほらほら変なことして、リクさんです。ちょっと強い、大したことないっすよ。強い人はちょっとお断りですよ、もう。あ、デジャブ。はい、ラッキー。お、右起こしたいところですね、今のは。うわ、さあ、あのね、レイ使いはね、シャープの当たった後ね、何回かね、レイスまで暴れてくるんでね。あー、終わった。大会とか結構気をつけたいところですね、一発勝負系は。レイとリーはすぐね、もう立ち途中左左で暴れるからね、バカみたいに。俺セレハンがやっとうって思ってる人何人かおるじゃないか。ちなみにこれスペハンじゃなくてゆったりゆうきさんがやってます。今はね、ちなみに今は。いやあのね、あの辺はねちょっとねやりすぎ、お酒。うわ、俺の真似してきた。立川勢は結構そういうイメージがあるな。あ、終わった、危ねえ。は、うまい、こいつやばいね。今もう決めつけとったろ、3発目出さんの。あ、終わった。うわー、しゃがみすぎやん。プレッシャー、ラッキー。うわー、うわすごい読み合いが発生したな。あ、あ、危ねえ、危ねえ、もうやりません。こういうことはもうしません。飲まないと捨て出ないとか言ってたわ。ああ、ね、病気っすね。お、おいおいおい。ああ、やばい、危ねえ。よし、取ったね。いやこの前見たもん、見た。動いたら確定やけど。うわ、僕ね。マジで？めっちゃ潜ったよ。横移動でかわしとったかもしれない。ゆきしゃがみすぎ。突っ込んでいく。は？さあ次枠に参りましょう。
KO でね、勝ったけんね、自虐が開始されるまでにはね、やばいとこだ、うん、この調子ではデクも大したことねえな。終わっとけんね、放送は。あ、ガード来いじゃない。え、何せんかけや、来いよ。うわー、痛い。うわー、こいつ殺しに来たよ、今。ゼロ G って書いてある。小さなのがあるやつ。それで、その課金したらできる条件。フルセットっすね、これ。熱い、試合は。どうせやるなら、それがいい。ザ・ブリザラが通るよ。俺は正義剣。カメラ撮って。そのイベントに、それだけで。いい感じに当たったけど。来た！投げしゃがんで今来たと思ったー。あっ、あー、勝負強い。アサルト、アサルト出らんかったな。アサルトミスで白虎に上がる。一回もアサルトが出らんかったな。それでランキング取ったら3000ゴールド入ってくるね。多分3000取る、俺がする。見ましたね、今。はい、白虎ですよ。白虎の余韻に浸る16分をね、皆さんに楽しんでいただこうと思います。ありがとう、ニー。仲良くなったね、ニーとね。ニーと仲良くなってしまった。ニーと仲良くなっていこう。いやー、こっからはね、余韻に浸る15分、16分。ありがとうせよありがとうせよー。やっこ、来ましたね、徐々に。余韻に浸かる枠ですよ。さあ、恒例のどんなマークかを、どんなマークかを見てみましょう、皆さんと一緒に。あー、かっこいい。ホワイトタイガーですね。ホワイトタイガーですか、なるほど。なかなかいいですね、これ。ムタお目におかしいね。いやー、いい色してますね、やはり。素晴らしい。ここで私ちょっとトイレの方に。ごめん。ダメって。ああもう。トイレに行ってる間にね、ちょっとマイナス1ぐらいにしてやろうかな。トイレに行ってる間にマイナス1にするわけです。今ならね、段位100個なんですけど、プラス1ポイント貢献します。鬼畜は。下手くそすぎ。いや、これわざとね、こう遠くで当てて。むずいな、通行角やばすぎ。黒からの最大コンボ俺がお見せしましょう。これです、最大。マジで冗談抜きでこれが最大ね。スタンガンに D 様あれをさ、スパッチじゃねえ。86調べとってちゃんと。いや、それからリアクロだよ。あ、リアクロブース入らんやろ。めちゃくちゃ頑張ればいい。どっちも安定戦型、ね、勝手に始めました。始まりました、白虎戦。最悪。これでスペシャルハンマーさんの命運がかかってますね。ニヤ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 。あ、これもう負けたらお前鉄拳引退。ダブルかよ、ここで。青龍か。あ、ほら、あ、トイレから出てきましたね、スペシャルハンマーさんが。便所から出てきたけど間に合う。あ、手を洗う、手を洗い始めたんで。本人不在で始める枠のスタートです。こう、お前俺にローで勝てると思うなよ。
うせ名前分けする。どうせ発行座って文句言わない。はいはい。はいはいはい。はい。はい、弱いね。よいしょ。どうすか、このロー。俺の方が強くね。いやー、このローは、強いっすよ。あ、強いぞ。めっちゃ良かった、今。さあ、ここからは、スペシャルハンマーさんの実況と解説でお送りします。さあ、ゆったりゆうきさんのあれが当たって、そう、あれになって、そうそう、そこで右アッパー。あのコンボが、あー、なるほど。で、壁に届かずアサルトもスカル。どうしようもない、これは。で、ここら辺で、そうなるよね。そうなるよね、からの、ここでアサルトは使わない。さあ、壁詰め、危ない。あれは確定ありませんよ。さあ、カウンターで当たって、あれがなかなか当たりません。ラッキー、ラッキーじゃない。さあ、弱いですね、左の方。ひでえ、マジで。なかなか当たりませんね、本当に。さあ、こすり散らかされて、こっちもこすりたいところだが、どっちが本物のロー使いか、次世代ロー使いか見せてやると言わんばかりの、このぶっぱなし、これで食ってます。ゆったりゆきさん、これで食ってます。おっと、ミスって。わー、下段。あ、免許改善。よろしくお願いします、兄さん。さあ、壁コンきっちり決める。アサルト。はぁ、ここでぶっ放し。両方ぶっ放し。さあ、クソ野郎、クソ野郎はどっちだ。あっと、ぶっ放し合戦が終わって。さあ、お見合いが続く。ここでアサルト。さあ、あれになるのはどっちだ。これは、これは危ないぞ。今のチェンジした時点で負けですからね、本当は。うわ、うわ、はい、おいしい。壁の位置を計算していたのか。はい、うまい。いい計算でしたね、今のは。ですね。なかなか、もっとお願いクソスライディングが炸裂して、ガード、きっちりガードされて。あ、やべえ、これ。あ、またクソ、お願い、ぶっ放しが。見事に狩られて、さあ、難しい。あ、うそ、最大だ。ここで、ここ、あ、うまい。素晴らしいコンボ。減ってなさそう。さあ、壁攻めがきつい。きついぞ。グッジョブが出た。おいしい。あ、お、今の重かったけんね、さすが。今の重かったけんね、さすがです。さあ、リフトショットが当たって、これはきついか、ワンチャンあるか。さあ、壁まで運んで、重くないほら、いやいやいや、緊張があるのか。あ、終わった。次世代ロー使いを決めるのはどっち。俺がローじゃないけどね。さあ、決まりますよ、これで次世代ロー使いが。さあ、おっと、いろいろあって、危ない、いろいろあって、いろいろあって、さあ、兄さんの得意技が LS ですという謎のコメントを残して、あ、さあ、これは死なない。あ、下手くそすぎる。今のミストトラップやったワンチャンあったかな。ねえ、いやー、さあ、いいスライディング、いいスライディング、いや、ダメだ、スライディング出ない、重たいぞ、特陸は重たいぞ。あ、俺ワンツーに押した今。俺もローのつもりがね。うわうわ、うおーっと、いろいろ危ない。いやー、クックンが。さあ、おっ、おっと、なんでだ、なんでだ。これで負けても文句は言えないぞ。さあ、壁まで運んで、これはダブルのが厳しいか。さあ、マスターカップの、マスターカップの前哨戦、ここで決めるのが次世代ロー使い。うわひどい。すごいのが炸裂した。いやー、いい試合でしたね、なかなか。いいっすよ。いや、ちょっといいっすよ。休憩、休憩、休憩します。いやー、どうすか、これがね、一発勝負に強いか弱いかの違いですね、今のは。あの技ですよ、あそこで。勝負強さ、
兄さんが濡れてますからね、いい試合すぎて。やばすぎ、マジで。しかも兄さん途中で笑ってますからね。22分のところで笑ってますよ、謎に。いやー。僕の得意、あ、楽スイッチですってことやろ。ああ、そういうこと。ああ、来た、ボンシー。やばい、これ最強。ボンシー。やる？いや、いい。ボンシー強いね。あ、開幕クマムソとかしてくるけん。マジで？ボッタチでいい、ボッタチ。マジ開幕。最強やね。これがオンライン最高段位の最高段位のスタンプキャラですよ。ボンシーさん。おお。いや、多分クマミソをミスったけ。クマパンはね、結構リードラーかもなんで、キャラ的に。壁がないけん。あ、やりやすいってこと。その人素性が謎なんですよね。誰も知らないんですよ。まあ、ちゃんとやられたら、あの壁なしはリーがきついけど。あー、さあ見せコンボ、見せコンボが決まって、ひどいわ。もうどうしたら頭が止まらなくなっちゃう。ドンドンドン。だいたいね、オンラインのプレイヤーはね、素性が分かる人が多いんですけどね、この人はちょっと分かんないですね。あっぺ。さあ罠に引っかかって、壁があったら結構楽で、壁なしが結構途端にきつくなるっていう。あ、いいスライディング。うわー、よく見るやつ。どうすか。いいと思います。ロープ界っぽい。いいね、すごい暴れ、ま、暴れ、あれを食らって、ところが深いキャラがちょっとやっぱりめんどくさいな。なんか打てよ。今日のやん。せ、うわ、どうなんの、どうすんの、どうすんの。うわ、さっき言おったあれ。いや、押しすぎやろ、もう。ガラクのコマンド2つぐらいなんで、ボタン18回ぐらい押せない。あぶねえ。うお。危な。危ないなぁ。投げがパンパンパン。さあ投げで投げで甘えていくぞ、ボンシは。おっと、ここはコンボがうまくて KO ですね。お、スペハン。いけ、全然されと。やばいやばい。ちょっとよ、やばいよ、そういうの。スパン、うん、白虎開幕プラス1とかでいいですね。これさ、うん、2位ってあ、もう大体分かってる。2位の素性が分かってきた、分かってきたぞ、これは。誰これ、うん、あ、いや、でもこれまあちょっとあれじゃない。あー、確かにこういうこと言いそうにないな、うん、何人か目星はついてきたけど。あ、デク。あー、強いの来たや。もうめちゃくちゃ強いの来たや。これそっとじやね。強い人はお断りです。あー、ここでスペシャルピコハンがプレスリーの裏に刺さってる青い線が向こうとしてますね。デクか、投げに見えるかな、こいつ。うん、やってみましょうか、試しに。試しにちょっと投げてみよう。この怪物、見とうやろ。怪物と呼ばれたこの男に入る。はいはいはい、はい、うわー、はい、ちょっと安かったかな、今運べば終わったけど。あー、ほら、変なことして負けていくのはゆったり勇気ですよ、これ。ほらほら、変なことして。リクさんです。ちょっと強い、大したことないっすよ。強い人はちょっとお断りですよ、もう。あ、デジャブ。
はい、ラッキー。お、右起こしたいところですね、今のは。うわ、さあ、あのね、レイ使いはね、シャープに当たった後ね、何回かね、レイスまで暴れてくるんでね。あー終わった。大会とか結構気をつけたいところですね、一発勝負系は。レイとリーはすぐね、もう発射中左左で暴れるからね、バカみたいに。これステファンがやっとうって思ったら何か俺じゃないわ。ちなみにこれスペハンじゃなくてゆったりゆうきさんがやってます。今はね。ちなみに今は。いや、あのね、あの辺はね、ちょっとね、やりすぎ、お酒。うわ、俺の真似してきた。あ、やべ、立川勢は結構そういうイメージがあるな。あ、終わった、危ねえ。うまい。こいつやばいね。今もう決めつけとったろ、3発メーターさんの。あ、終わった。うわー、しゃがみすぎやん。プレッシャー、ラッキー。うわー、うわー。すごい読み合いが発生したな。あ、危ねえ。危ねえ、もうやりません。こういうことはもうしません。飲まないと捨て出ないとか言ってたわ。ああ、ね、病気っすね。お、おいおいおい。ああ、やばい、危ねえ。よし、取ったね。いや、この前見たもん。見た。動いたら確定やけど。うわ、僕ね。マジで？めっちゃ潜ったよ。横移動でかわしとったかもしれない。ゆきしゃがみすぎ。突っ込んでいく。お、は？さあ次枠に参りましょう。決まったー。起き上がらないかんかったね。KO でね、勝ったけんね、次枠が開始されるまでにはね、やばいところで突っ込む。うわ、この調子ではデクも大したことねえな。終わっとけんね、放送は。行くと、あれ、うん、ヒルブ。あ、終わった。あ、ラッキー。うわー、まあ、しゃあない。お、ラッキー。うわー、優しいな。東京の鉄拳神は、あ、ポツです。東京の鉄拳神はこんなもんか。よいな。俺インストラクターなれるっちゃね、これ。いやいや、まだ伸びに勝ってない。インストラクターの誕生です。ここで止めとこう。いやー、テレに勝った余韻で浸る。テロップ流すでデクに勝ちました。で、余韻に浸りましょう、ここで。余韻に浸る枠にしましょうかね。鉄拳神に勝ったっていう一枠。いやー、やっぱ鉄拳神様に勝つっていうのはやっぱり気持ちいいもんですね。気持ちいいね。しかも、今の完全に僕らみたいにね、パンピーみたいなもんはね、ほんと鉄拳神とか手が届きませんからね、やはり。ミュージメインじゃないけど。やったやったぜ。お前リードだ。1回でも勝ちは勝ちですからね。勝った方が強い。結果論ですからね。結果論です。スペハンやると、やる、もう疲れたんで喋ります。ただいまスペハンさんが言うに、お知らせやけんね、やばい。お知らせやめと。うまい。俺さ、リードラに変えようかな。今さらやね、もう。あ、ローだけ一生剣王で止めとくつもり。そうそうそう。あ、達成やまで。あら、あら、もうできんくなった。なんかないかな。ミストトラップだけで20減りようかね。そう、20ちゃん。20プラスなんかよ。だけに8ダメージぐらい。20。あんなに頑張って20なのに、ジェイシー3両系1回押すだけでもう、20ちょっと減らせるけんね。いいね、あのキャラ。今のでスペハンに勝ったってことになるけんね、スペハンが。そうよ。スペハンがスペハンに勝ったぞ。あら、あら、これ絶対見とうやん。こいつ舐めてね。ああ。みんなで見てるって言ってるんじゃん。あ、相当？
みんなで見てるやん。知らんけど、このまだ見ておったか、このクソ手にプリ舐めてね。パパも見てるから。キャラチェンジで、ね、リー対決は避ける。絶対今の俺のファンやろ。いや、佐藤のファンや。さあアサルトで壁コンボ出し切っていく。さあ、角換が安い。はい、角換を知らない。俺がゆとり世代。ゲンもうゆとり世代じゃないよ。うん、そう、本当よ。俺が最後のゆとり世代よ。うわあ、なめコンボ。これがゆとり世代。入っと入った、今の。今の入っとった。そう。ああ、さあコンボができない。こいつクソなめとる。入らん。さあ、元気っつの。あー、まあ、とっと。あー、今の俺やったらもう、もうほんと、もうリー使いじゃなさ。和骨ハム2だ。2ハム2だ。ハム2だ。しかハム2だ。はい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 。これはあー、もう今度下手くそ。でヒールをと適当に置いて、ヒールに当たって、適当に置いて、あぶねあぶね、あぶね。ギャラクロミスが助かって、さあ、押し目が、うわー、入れ込みのドン。捨てはんねやん、肩。あ、はいはい、了解っす。うい、うん、何したっけ、うまい、了解っす。ういさあ、おにぎり太郎、何もできずに死ぬのか。おにぎり太郎や、おにぎり太郎。さあ、あぶね、おにぎり太郎、何かを起こして死にたいところだが、おっと、しゃがんでしまう。おにぎり目がきつい。何かを起こして死にたいところ。起死回生の頭突き。になればいい。さあ、大足食らいそう。さすがにこれは勝ったか。おっと、反応が悪いぞ。危ない。あー、どうなる。うわー、あそこで左アッパー、左アッパーって入るのやね。運が良かったですね、今のは。あー、俺やんか。さあ、今の当たってしまって、うわ、俺やん。絶対ない気がするけど、壁コンボが決まらない。この場で起き上がらない。投げ。あー、あ、あ、これさあ、壁ドン。おつです。和骨です。ただいまスペシャルハンマーさん休憩中のため、代わりにゆったりゆうきさんがやっております。入らん。あー、それ入らん。タチキャン LP、 LK しなきゃダメなんだよな。カウンター。それか立ってもう一回ステイトゥーさまやろ。 うまい。いいサミクリ。さあ、クラッシュを使わせて。うわ、今のね。うわうわー、かわいそう。ねじ込んでいって、うわあ、日和の、しかも日和のタッククラッシュ。だっせー、マジで。さあ、プラス2ですよ。おにぎり太郎さん、やべえ、俺全国の有名プレイヤーをなぎ散らかしていけよ。いや、プラス2じゃねえよ、清流や。いや、だけんほら、4回勝った。ダブル、ダブル、ボンシー、スペアンさんに会えますよ。いいやん。やばくね。いや、もう上がるよこれ。ダブル、ボンシー、デク、ゲンよ。最強じゃね。最強。実は最強やった、この組み合わせが。なんか最大ないかな。安いけん、あったらやってほしいこと。何ですか。何ですか、ゲンパパ。ゲンパパじゃねえよ。何ですか、ゲンパパ。絶対違う。ゲンパパじゃないんですか、この2位って人。え、シビリやないと。これ誰かな。ゲンパパじゃないんかな。プラス2どういく。うわ、プラス2僕しか入らんやん。いや、じゃあこっちやったら切れちゃう。これは
あれちょっとテクってきた。うまくね俺。犬がんと兄さんがよくわかんないんで、わしかとしましょうか。プラニの日当？日当？ちょ、ここまでしかとしましょう。犬神家も見れます。来た。パパが来た。あ、ゲンパパじゃなかった。誰だ、2位は。お疲れっす、パパ。明日から頑張ってください、入院生活。いや、本当に。こっそり、こんな反応つけ方知っとるってね。恐ろしいね。は？ふざけんな。ああ。お前に本物のギャグローを見せてやるよ。ああ。あ、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 入れたいね、今の、やっぱ入れたいね。反応が悪いもん。こいつ舐めて、今スラステになってねえし、はい、やばい、うまい、うまい、このクソ野郎。あ、このクソガキ。あ、構成は絶対ダメ。一番やっちゃダメ。はい、あ、パパ大丈夫っすよ、もうアットマーク、アットマーク入れなくて大丈夫っす、こっちにちゃんと見えてるんで。スペアンさんはなんでリアクロ使わないの？安定しないからです。いや、せっかく浮かしてるのにリアクロ失敗したらバカみたいじゃないですか。今晩安定が一番っす。立ち回りの話かな。立ち回り、はい、いや、コンボ乾いたらポカリスエット。俺のが強いし、すぐ飲むけん。この岩流より、あーあああああああ、俺それ負けたらスペハンに100円よ。安っ、厳しいね。 0.5 ポイント100円。まあ、リアクロ全く使わないことはないんですけどね。大事に行きたいときはやっぱりトリファンで。あ、今ジャブできることやった。やっぱすぐ入れ込む。あ、終わった。ここがね、元気津さんのうまいところやね。ああ、うわ、あー、使わんでいいよ。はいはいはい、もう入らん入らん。こんなゲンはね、すぐね、シャガパンヒットしたら擦るんですよ、ライトゥーを。分かってるんですよ、僕は。すぐ擦る。シャガパン当たったら条件反射で擦る。あー、もうやばくね、こいつ。うますぎ。今のが横移動、マジよ。あー、やっちまった、ラッキー。イエス、まだ勝てる、まだ勝てる、まだ勝てる。ああ、うわー、バッタ、バッタ最強っすね。ああ、強えな。負けよん。強えな。もうこ、ねえ、パパさんの息子さんのせいでこっちはもう完全に雰囲気がお葬式ですよ。あんなに調子良かったのに。あ、どうしようこれ。なんかできんかな、ネタ。ないね。お、いや、入らんか。すいません、どうしましたか。突然。いやさ、そんなんで大会大丈夫なんですか。やるときやるんすよね、これがまた。マスターカップの時もね、全然仕上がってなかったんですけど、すごかったもんね。大会はね、別なんすよ、ほんと時の運なんで。これさ、これさ、ある程度その鉄拳のことを忘れてなければ大丈夫でしょ。むしろね、俺がそうなんすけど、ちょっとやりすぎたら逆にダメなんすよね。なんか変な目標を持ってしまって、そう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 、
ここはこう程よいぐらいに望む無駄なことやってしまうしね。そうそうぐらいがちょうどいい。むしろ程よく強い人おるやん。そうそう背負いすぎんぐらいがちょうどいい。いつもの自分で勝てんかったらね。あ、青い空さん来たよ。これはこれはね、うわ強いけんね。これ強いね。関東勢ね、僕らの周りの強い人たちがボコボコにしてくれますよ。僕はちょっとあの病欠で多分もう断線とかする体力がちょっとマジでないんで、今1時間ぐらいちょっとゲーセンにいたらもうやばいんで。いいハンコ本気だ龍拳。ガチでやってるから遊びじゃねえから。ダメボケボケ。誰がボケじゃん、誰がボケじゃん。死ねこらやばすぎ。すごい二択です。あー安い。あー危ねえ。当たった。さあいいですよ。ハンコと右アッパンの2択やばすぎ。こういうね暴言が足りないんですよ。まあ、それ皆さんヤラクラの後こういうね暴言を吐いていきましょうよ。おらいっこぶりっこしてるだけじゃ面白くないっすよこの世は。よっしゃあ、コミット力ありがとうございます。おっしゃー。こんな暴言しか吐かないんですけどね。よっしゃー、ボタン一生もう相手がね、死に足がつかない鉄拳を教えてやろうかな。小手半してんの、あれ、兄さん、小手半変えるんすか。失礼なんでって。いいっすよ、なんでも。アケコンがかわいそう、確かに、それは確かに。このコスはね、なかなか仕上がってますね、昔からこの人の。あれ？あ、ハワさんでしたか。なるほど。そっちか。失礼しました、これは。いや、考えてよ。あ、もう負けたね。これは、そうです。そうですね。このコースは一人しかいないでしょうね。死ねこら、お前。ほら！やばい！どんどん！あー！どんどんって出してね。このね、オンライン界の厳しさをね、こいつに教えてやるわ。ダブルシグナル、あやたる。うわー、惜しいな。激しい。激しいな。ボタンがかわいそう。あー、しゃがみたい。あの激しさの中にうわ一生ボタン押してる。ねじ込んでいく。おーおーおーおおおあっ安激安。うわーぶっ放しが当たる。ああ危な。もう手放ししとったけど入ってないけど。これがねお金をかけた鉄拳ですよ。これがね、爆心並みに、あの人もそんな押すんや。やばいんですよ。爆心さんそんな押すんや。そんなに押すんや、あの人も。まあね、こちら、ゲーセンにね、お金をかけた鉄拳してるんですよ。かかってますよ。人の名誉がかかっとるけんね、言うてよ、お前。早い。なんていうのスペ編。あ、パストで和骨です。スペアンさんが今喋ってます。あのさっきまでねランクマしてたんですけどちょっと疲れちゃったんで、あれ今代わりにやってもらって隣で適当に解説実況雑談してます。スペアンがアパストで20回くらい押してる。あーそっち系の人。20回ってやばくね。高橋名人。まあでも大体俺も結構押すけどね。
するときは。あ、おお、ヨスリン、お疲れ、久しぶり。おお。ヨスリン今ね、小手半残ってたよちゃんと。退院しましたよもう。退院してからもね、ちょっと体のやっぱ調子が悪いっすね。もう22やろ。勝とうか。退院してはなんで。あ、そっか。まあでも出れてよかったね、あの病院から。確かに。月の部屋開館しとけんね、もう。だって30日じゃないの。うん。やばい、こいつバリ強いぜ。お前が弱いとよ。いやもうね。強すぎてやばい。なれなれ。うぃーおーい、俺のがタイム、体力リードしてるぞー。さあ、言えてないですね。体力リードしてるぞー。ああ、あ、あ、リー対決ね。聞いていいのかわか、いや、全然聞いていいっすよ。なんか知らないんですけど、小腸に潰瘍ができてて、そっから出血がひどくてですね。まあ、わかりやすく言うと、トイレ行って、大きい方して、流そうと思ったら、便器が真っ赤っていう日々が続いたっていう感じですね。さすがにビビるっしょ。いや、マジ臭かった、ほんと。あ、終わった。嗅がしてやりたかった、みんなに。あ。うわぁ、もう、うん、冷静。テアンさん、鉄拳ね、もう12歳ぐらいからやってるんで。本当に？うん、本当本当。16年ぐらい。やばいね。うん、で、鉄拳4から。鉄拳4から。スペアンさんね、あの年齢的にはね、おっさんになりかけてますけどね、まだお兄さん。見た目的には、子供なんで、とっちゃん坊やみたいな感じですかね。とっちゃん坊やっす。20何？僕あの人間じゃないんで、とりあえず妖精。人間じゃないんですね。童顔なんですよ。うわー、言って。下がパージだろ。メガネが本体な。クソゲーやん。終わった。ランクマね、勝てんね、ユスリン。23歳です。23です、スネーク。大丈夫っす。それは努力が足りないです。うちは、13歳がスネーク見えないですから。うちの地域の13歳の若手がいるんですけどね、鉄拳覇王ぐらいの。そいつも見えないから大丈夫っすよ、スネークは。見えてねえわけじゃん。なんで見えんと？さあ、まあ見えてなくても戦える環境下に生まれたけんかや。年食って、年食ったら見えんくなるって。本当に？うん。なんで見えんくなるとかや。知らん。老化？老化かい。判断能力が落ちるんじゃない、単純に。これね、考えたらね、まったりさんってすげえな。ヨスリン今第何？いや、その13歳ね、投げ抜けそんなにすごくないですよ。あの、食ってるとこがそこじゃないんで、反応とかで食ってるわけじゃないんで、うん、あの13歳は。鉄拳人来た。持っていくやん。マスダ君の。老下な鉄拳しますからね、かなり。これ、スダ君やっちゃうの？
ほんとや、負けたくせに。オンラインはあの抜きやすくなってるみたいですよ。何フレか、2、3フレ。画質、画質がいいってこと。初見さんいらっしゃい。画質どっちっすか、それは。悪いね、今。悪いね。めっちゃ良かったのにね。この時間帯になったらめちゃくちゃ悪くなるけどね。なんか知らんけど。あ、悪くなってきた。画質がいいっていう意見やったのかな。いや、いい方よ、どう考えても。絶対いいやろ、これ。さっきむちゃくちゃ良かった。なんかね、時間帯とかやっぱあるっぽいっすよ。ニコニコの。あー、うまっ。分かったね、今マスク範囲ないやけど。俺が言った理由きた。そんな入るとね、てめえ成り立ってなかったけど。あー、バカかお前。いやー、使う場面。あー、うわー、完全にやった。鉄拳神さん、ごめん、鉄拳神さん。鉄拳神さんに使っちゃダメよ。かかん、言えんかい、バカたれ。おい、なんかおかしいとって動きが。いや、おかしくねえよ。お前が最速で出しておけ。かかってこんかい、かかってこんかい。こいつの例なんかふざけてない。ああ、早っ。うそ。ああ、あ、出た出た出た。おお、死ねえ。お、知ってそう。ああ、終わった。うー、ああ、もうこれだけでやられたやん。強っ。スペハンがしょうもないやつみたいになってるやんか。いやいや、大丈夫。ひどい。うん、もういい、ふてくされた。引退。いや、どうしようかな。でも白子がおらんちゃうね、ほんとにね。おらんね。一回だけ俺にやらせよ。今からザコに変わります。福岡のゲンブです。コメントで煽ってやってください、ザコなんで。ああ、ボコボコやないかい。ボコボコよ、もう。うるせえ、お前、勝てんかろうが。下手くそやもん。しょうもないっすね、ほんと。しょうもない、ロー使いよ。弱いっすよ、もう。弱いっすよ。どうしようもないっすよ、もう、ほんと。あ、来た。俺今、段位何すかって聞かれて、世紀末覇者ですって答えれるけどね。そうです。あら無視された。無視していこう。兄と弟どっちが強い？弟のが強いっすよ。弟のが強いっす。それはしちゃいけない質問ですね。うるせえ、お前、俺剣王やぞ。俺元鉄拳王なんで。あの、ゆったりゆきさんまだ剣王なんで。もうまたか、ほら、元とか言う。始まりますよ、こうやって。あ、そう、北斗の剣っすよ、もう。勇気みたいな雑魚は。始まるんで、その質問はやめましょう。勇気は正規派の剣王っすからね。北斗の剣みたいな、うるせえな、お前。あの、ゆうきはジャギですからね。剣王やぞ。ゆったりゆき、ジャギですよ、ジャギ。元っすもん、モチベがないっすもん。モチベがないんだろ、もう、すごく安定してきた。はい、ドーン。はい、来たー。あー、コンボしなんちゃう、俺。ごめん。ふざけんな、お前。ゆうきは。お前、そいつにも勝てんかったら、お前、もうダメぜ。俺のプラスポイントを、お前。うぅ、ふざけんな。スペハンが黙っとうもん。あ、うますぎ。お前が勝たんけん、スペハンの敵がどんどん悪くなるようが。垂直相手が当たるっちゃ。ほら、もう知ってそうな。今すごいね。すごいね、今。まだ読みはすごいよ。はい。出してこう。でも多分俺このスティーブ絶対負ける。さあ。シャープになりましたね。さあ。なんかシャープな2回勝った。はい。杉枠が最後にしましょうかね。やば。あ、ふざけんな、今さばいた。ジャンさんはね、もうやばすぎ。
鉄拳フォーンの時にね、リーがね、タイムリリースキャラで現れた時にね、バイオレットとして現れたんですけどね。もうふざけんなよ。あ、もうずっと鉄拳フォーンの時にな。その時に一目惚れしちゃったんすよね、このキャラに。その時からずっとリー。でも最強。最強ではなかったけど。周回フォームとかできるか。いや、全然。鉄拳フォーンの時は全然。最低ってトゥースの打てんかんきはどんぐらいだと何位で言うの。いや全然パンピーパンピー。もうやめていいよ俺。うん、面白くないこれは。もうやめても、キャラ愛っていうかもう B しか使えないんでね。もうやばすぎ、しょうがないんすよ。でもあれはね、今一番使えるってちょっと情が湧いてしまったの。うーん、あーやばいこれ、まあ、結局勝たんと面白くないもんね。勝たんってなったらもう勝てるキャラ使った方がいいやん。このゲームのいいとこは100円入れて連勝すればタダで遊べるってとこぐらいじゃないか。あーやばいこいつ、あと入れ込みしかしてないやん。よう煽り足りない。いや全然、いや、いつものノリで言ってもいいですけど。おいおいおい、来いよ来いよ。もう時間帯的にも、やばいやばいやばい、俺が元気いい。煽りが足りない。煽り欲しがるね、その人。欲しがる。終わったくない。いや終わってない、大丈夫。終わったくない。うわ危ねえ。いやー、落ちたはず。おいおい、投げ抜けれねえのかよ。あーあーあー、うわー、マジで。はいはい、入っといて。あらー、お前じゃあちょっとスペハンの名前をちょっとあの借りるのは。スペハンさんね、全く仕上がってないかも。いや、そんなことはないかな。俺ドラグノフ二度と使わないの。もうちょっとゲーセンでね、ちょっとヨスリン聞いてよ。ゲーセンでね、団員戦したらね、もう1時間ぐらいでもう体力がなくなるんよ。今までの3連敗がスペシャルピコハンがやったんですけど、ゆったり勇気が変わります。いやいやいや、俺まだ1回しかやってない。もうマジで団員戦が無理。うわ、英語さんが優しいね、やっぱ。この BSP。スペハン杯の時にワンチャン倒れる。倒れるあるかも。マジ？これワンチャンあるってね。カウンター、とりあえず皆さん、いやー大会とかは問題ないけど、の試合がちょっと厳しいな。あ、終わった。あ、もうちょっと、終わった。鉄拳チクリン、まあ弱いけんどっか行けねえ。帰らんときよ。いや、これで帰る。あ、そういうことね。あ、いや、いつもやったらこの時間もう帰るけど、泊まるとかいなと思った。遅かったね。ああ、そういうことね。うん、明日な、あんま歩き寝てる。寝とこ。いや、ドラゴンクでゲームアップ。お疲れっす。この枠が最後なんで、よろしくっす。やばくね、こいつが。お疲れ、細川。あえ、もう勇気もボコボコされようやん。ラス枠ですよ。スペハンそろそろ打ったがいいかもしれない。今日はもうこれで終わります。スペハンのラックマッチになってないけどね。スペハンの解説付きラック。こんかったこいつ。地方出身が一人いる。いや、いないっすね。地方出身がランクマには出てきてますけどね。地方出身がね。危ね。危ね。ギリギリ。うわうわ。まあね。まあ二個差やけんね。二個差ですからね。やる気なかったもんね。そうそう、やる気なかった。気の入りようが違いますよ。動画になると背筋ピンやけどね。そうそう、ニコサじゃねえ、もう完全に猫背、うん、むしろもう土下座しながら鉄拳しようよね。
フレイルを当てていくスタイル。まだチクリンかいな。このスキャナーって人は筑豊の人かな。いや、これは俺のファンや。ファイスタジックのファン。あ、魂のストライカー、上田。ん？え？あの、え？そこまで落ちた。これは勝てんやろ。コスペハンがやりよ。上田さん来ましたね。いや、いい。ニコサヤシ。あ、ニコサヤね。あー、もうこれまた土下座しながら鉄拳か。タバコでーす。なんでシャープ長巻き見せて筑豊なんすね。いいとこっすね、あそこは。なんかたまに行く分には住みたくはない。いや、どうやろう。別、いや、全然鉄拳ができるなら、うん、鉄拳ができるなら全然。マジかよ。やばくね、こいつ強くね。うまい。今の運び初めて見たね。え、筑豊ですよ、弦は。飯塚です、飯塚。なこいつ勝てんわ。鉄拳100年やっても勝てんわ。強っ、強、弱弱弱、強っ。あ、やべ、うめえな。うまい、コンボ超うまい。出すね。出す？なんとなくそんな気がしたもん。うわ、危ねえ。はい。は？マジで？そんなあると初めて見た。そんなやったらもう出さんわ、俺。すごいね、今の剥がれ方。わあ。マジ危ねえ、マジ危ねえ。マジで陣使いといえばね、横移動入れ込みがさ、通用せんこの人。俗に言う噛み合わないだけっていう。いろいろひどいな。おお。あ、いける。あ、いや、いかん。いかんかったかな。うん。いや、LP よ、LP。あーね。あ、コツセンター来ますか。お待ちしております。いつか。お待ちしております。SHC。その小手半のお名前を呼んでいただければ僕たちにジュースがおごれます。絶対言わんやろそんなやつ。はい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 、惜しかったな。あ、ハオさんお疲れっす。わざわざすいません。やべえやろこれは。いや、あー、いったー。死なねえ、死なねえ。二択。うう、いろいろあって
さっき込み入ったから2本2本おごらせてお願いですか2本かっこおごらせてお願いですね、これは2本もごちになりますやばいね。ちなみに交通センターっていうか、まあスペハンの大会の参加はするんですか、スキャナーさん。感染参戦ですか、感染ですか、どっちですか、それとも防寒ですか。ああ遅れてできなかったけ。いや、英語さんですね。英語さんそんな、あ、コミ登録あざす、あざす、あざす。いや、この放送もね、いろんな人が来てくれてますね、今日は。ヨスリンさんとか、ヨスリンさんとか、ニーさんとか、ヒノピーとか、ハオさんとか、ヒノピーとか、ヒノピーとかも、ありがたいですね。ちなみに、1回は、ヨスさんに関しては1回出禁になってますからね。うおっ、これは、背筋ピンですね。来ましたね。清流が見えるわ。横断線。負けたらちなみに放送終了なんで。さあ。負けたら。解説をしていきましょうか、じゃあこの試合。負けたら放送終了ね。実況解説でお送りします。さあ、開幕のあいつが当たって、で、そいつでそうなって、なるほど。で、あんだけ減っても、さあ大変。あ、どうすんだ、まあ、角換があれになって下から、うわこれ強いな、下からの入れ込みが、はいはいはい、ちょんちょんで後転確定を狙っていく。どうなの、さあ置き攻めが2択でそうなっちゃう。でなるほど、いろいろあって、さあ、あいつが、あー、あいつになっちゃうか。はい、はい。さあ、気を取り直して、さあ、下から、あいつが、そう。で、そういうこと。ドリア。で、ドリア、ドリアからの、さあ、舐めたチェンジ。さあ、角換が15を入れれない、このバカ野郎が。ここで、ここでクソ入れ込み野郎、これが、ゆったりゆきさん。あ、ここで入らないのもゆったりゆきさんですね。さあ、チェンジがうまいと見せかけて、たまたま、今のもたまたまですからね。さあ、で、いろいろあって、さあ、コンボを見せるクソ野郎。さあ、角換も入れれない、どっちもクソ。はい、で、どうする。やばすぎ。はいはいはい、もう入れ込み放題。さあ、すごい試合になってまいりました。もうしゃがまない。私だったらしゃがんで食らってましたね、今のは。アサルト。アサルトで。さあ、下段ゲロ出さない。我慢チェンジが失敗。あー、チョッピングであいつになって。さあ、置き攻めが厳しいぞ。さあ、バカ正直にチェンジをしたらそれをなう、そうなって、あー、そういうこと。んー、さあ、あいつ、さあ、どうなるんだ。そろそろあいつが見たいぞ。そいつだそいつが見たかったんだ俺は。うまいバコツです。さあ、当たりましたね、いいのが。で、おっとっとっと、それは私のネタじゃないですか。もう一回。さあ、相手も、あいやー、ちょっと今のはないですね。素晴らしい試合展開。はい、ワンチャン引き換えよね。さあ、プラス1ポイントを大事に取っていく。いやー、よかったね、今の。
ダブルスライディングが濡れましたね、さすがに。ダブルスライディングやばかった。ダブルスライディングがやばかったですね。これどうやってやるとき、どうやってやるとき、これヒールブースターのクリティスコ、ヒールブーで思いっきり、もうちょっと思いっきり近づかんと。めっちゃ難しい。ヒルブの後がかなり早く動ける剣。ボタン押しよう剣、あれかもしれない。操作剣が伸びようかもしれない。ヒルブの後の硬直を見切るのがポイントっす。さあさあ、来るのか来ないのか、来ないのか、あいつなのか。今の速さは今のやつかな。うん、そいつか、そいつか、あいつか、ドイツだ。遊戯王にあったね、そんなカードが。どうしたの。ビャッコです。さあ、この試合も実況解説をつけてお送りいたしますよ。同段戦なんでね。そんなスペハンハイで。さあ、これ。スペハンハイ、この実況はちょっとダメでしょ、さすがに。やろうや。いけると思うよ。さあ、光るのか。ああ、光らない、うんこ野郎。また壁なしですね。壁なしですね。さあ。足元からしょうもない蹴りを2発。おっと、運任せにしていく。さあ、足元から蹴っていって、適当なハンマーコック、シャープな、この今のシャープな危ないですよ。右横ガードで、しゃがみで、さあカクカク動いて、さあそろそろ来るのか。フラヒアの妄想してる。おっと、あっ、あっ、わあ。そしてここでね、ゆったり勇気の必殺技とも言える、ここでゆったり勇気の必殺技とも言える。ワンパンギャラクロ出ましたね、これですよ。ゆったり勇気の必殺技とも言えるが出ましたね。あ、うめえ、うまい。さあ、開幕半分、ここでバカみたいに出し切って、これは終わってしまうのか。終わらない、うんこ野郎。これだから、ほんともう、音さばく、何やってるんだ。置き攻め重視。さあ、ハメか、スライディングハメか、どれやどれやから、置き攻め、どれやどれや、言ってねえけんね。は、やばくね、おっと、やばいぞ。はい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 。素で本気でやらんか。タン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 から、さあここはキキキキキ。さあこれは諦めた方がいいですかね、もうこの試合は。あーギャラクロパターンがあっていいですね、やばいね。はい、うわっ、そんな、そうそうそう、そういうこと。はっ、ねじこもるような、あいつが当たって置き攻め重視。はい、バカ。やばすぎ。やーば、負けた。いやー、厳しいね。厳しかったですね、今のは。壁があればまた、壁があればちょっと時間がないんで、今のは勝ってほしかったところなんですけど、いかがでしょう今のは。キャッシュバックしてしまったね、これじゃ楽天ですよ、楽天。これはペース的にあと2回勝たないとまずいですからね。あと3回は試合、2回で昇格戦、3回目を逃して終わるパターンですかね、これは。そうやね。買っていきたい、楽天スーパーセールです。あっ、あっ、あらー、キャンセルされました、キャンセルされましたね。これは多分この超不快な実況解説を聞いていた誰かがキャンセルしたと見るんですけど、どうでしょう。なんだよこのクスみたいな放送はよ。マジでうせえなこいつみたいな、そんな感じでしょうね。これ、あ、和骨です、お疲れ様です。
まあ、この前ねドラミゲめっちゃかっこいいコンボ見けたじゃん。実戦で後でやっちゃう。マジ、うん、ドラミゲ、いやドラリー、あリー、うんリードラ、うん、超かっこいいよ。ゆったりゆきこれです。帰れ締めほうきは。これがゆったりゆき。 お呼びじゃねえんだよ締めほうきはよ。めちゃくちゃいい。さあじゃあ気を取り直していきましょうか。締めほうきさんですね相手は。さあこの何もしないで有名な締めほうきさんにいかにこのゆったりゆきさんがガードを崩していくかっていうのが見ものです。早くももう3割です、うん、本当にこの人何もしないですからね。帰れクソメガ。やばいっすねなかなか。その後ホーミング振っときゃいいとって。さあこの舐めたプレーを、舐めたプレーで締めほうきを怒らせて、あー怒りの右アッパー。このクソ野郎また入り酔っ払って並んできたのに。あーさあ締めほうき相変わらずの何もしなさだ。そうそうずっとねマミさんと京子なんですよね。はい当たる、チェンジして出し切っていく。終わりましたね。ドン。この人ねメインでも何もしてこない感じですね本当に。この誰でもできる鉄拳をね俺が。まあでも人それぞれなんでね。いいと思いますよ。おっと安いか。でもあれしか入んないのか。 LPRK があったよ。ああなんでそんなになったと。俺が詳しく知りたい。もう体力こう関係なく 何もしないんですよね。負けてても何もしないっていう。でたまにしゃがんだらこういうことになる。日頃の行いが出ましたね今締めほうきさんの。性欲は多分めちゃくちゃありますよこの人。そんな気がします。見た目的に。見た目。いやでもねこんなこと言ってますけど俺締めほうきさん大好きなんでね。最後にフォロー入れてくる試合終わり。本当に俺締めほうきファンやけさ。おもろいやんこの人。どうすると持った。うわ危ない。京都プレイヤーナンバーワン。うん。ちょっとこれが締め放棄と言わんばかりの死に方でしたね。いや多分ね締め放棄さん61コメントで死ねとか書いたんじゃないか。多分そうね。放棄さんお風呂大好きっすよ多分確か。お風呂。かっこいいコンボはね、うん、俺下手くそになってない。あ、アサルト？そうそうそう。アサルトバウンドからギャラクロアサルト。やばいねそれ。はい、いけんね。これまたあの方ですかね。どれですかね。もう死ねる。これ多分 NG は締め放棄さんの暴言じゃないですかね。そんな気がしますけどねこれは。あらあら落ちてんじゃね。お、これはワンチャン次世代ロー使い、次世代ロー使い、また決定戦が再び。第1回は俺が勝ったけんね。もう乗ってるよ俺。窓まぎこすっすよ。これで勝って今さっきの風やブライアンが出てくれば、出てくればちょうどぴったり
昇格枠内で終わって昇格で来たる時間もちょうどいい。そう、来たる時間もちょうどいい。ラッキー。うわうわトンパやあれ強いですね。あんまりボロクソ言えない中だけに静かになったんですけど。あんまりちょっと面識がないですからね。この方とはさすがにちょっと言えないですね。いろいろは。わざわざ捨て牌にも来てくれるんでね、ちょっとあまりボロあんまりひどいことはちょっと言えないんで。モチベすごいよね、そう考えたら。ことするのはゆったり勇気だけだと思います。スペアンさんのオンライン組み手はね、今日はもう終わりましたね。さっきずっとやってたんですけどね。まあ組み手するほどのもんじゃないっすよ、本当に。そこら辺のゴミと一緒っすよ。ゴミの一部っすよ。今喋ってるのは私スペシャルハンマーと申します。主はゆったりゆうきさんです。さっきまでね、あのランクマしてたんですけど、ちょっと疲れてきちゃったんで今変わってもらってます。ゴミがかわいそう、すいませんでした。本当にもう死にます明日も。明日死にます。今日は死なないっす。いやいや違いますよ、あのまた別人っすね。それはダブルはダブルっていう名前です昔から。あれ勇気、勇気負けようよ。勇気は誰と団戦したの。んアーケード、シャモさん。アーケードの話かな。アーケードだったらシャモさんっすね。あ冗談、いやいやいいっすよいいっすよ、ゴミなんで本当。そういうの全然大歓迎です。うまいね。あ、終わった。で、ドラゴンキャノン、ゆったりゆうきさん19歳かな、今年20歳、今年20歳らしいっす。やべえ、うわあ、バカ。いやよし、安くすんだ。はいはい、ちょっと安い。あ、もう5分前。どうやら今日は昇格はできないっぽいですね。なんかステージいるらしいですね、隠しキャラみたいな。51コメさんは締め放棄さん。いやどうやろう、回復染めが間違いない。めっちゃまた早い時酔っ払って。なんかね、噂によるとね、あ、お疲れっすパパ、おやすみなさい、頑張ってください明日から。いや本当に辛い、ね、気持ちはわかりますよ。あ、これ強そう。あのあれよ、ポール基人のオンライン。ああ。なんだっけ、ハマ。生姜湯飲みます。ママでしょこれ。ママやねこれ。あ、噂によるとね、パックマンがいるらしいっすよ、どっかに。本当に。うん、本当に隠しキャラでパックマンを今度探しておこう、うん、だって今更隠しキャラみたいなのが見つかったらしいよ最近。背景、
チョンシーはだいぶ前から知っとったけど。あ、そうなの。パックマンは知らんかった。あのステージの裏に回れるバグで探しよう。うわ、 MGM ね、平日人いないでしょうね。今じゃ週末すら人いませんよ。中国ステージってどこ、多分あのなんかバルコニーブレイクあるとこじゃないですか。なんか中国っぽい。あー、お寺の下が、なんかなんていうか、うん、なんていうか微妙やけど、九州で頑張ります。うまっ。そうそう、 AK ステージ、チューリップ畑にもあいつが、そうそうそう、このステージもあいつがね、そういるんですよね。あ、これダメだ。スペランさんは28歳です。今年9歳です。終わりっす。ユッキー、2連敗。やばいな、うまいっちゃけど。さあ、今日のスペシャルランクマッチも終わりっすね、これで。え、俺より若い、マジっすか。あら、まだ若いっすね、じゃあ、僕も。ハオさんはね、だいぶ年いってますからね。はい、はい、今日というわけでね、今日のランクマッチどうでしたか。楽しくなかったです。いやでも自作の人には会えないんじゃないですか。当たんないんじゃないですかね、多分。横断まで行っても。お疲れっす。またやります。また実況付きでやりますよ。次はあの風神を目指して頑張ります。お疲れっす。また、はい、お疲れ様でした。あのさ、あれ見たことある、うん、デデデ大王ばっかりやろ、うるさいやつ、うんうん、あいつのね、ボツ動画があるじゃん。ボツ動画、暴言を吐きすぎてまとめたやつ。やばそうやね、それ超面白いよ。あ、これ、これで大人割れを、これ何、どこに刺すと、どう、え、いや、ちょいちょい、あ、イヤホン抜けばいいと思う。何さしとん。あ、何が、何しとん。